アリストテレスも追い、しかしコントレイル粘る。アリストテレス、コントレイル菊花賞で壮絶な叩き合いを制し、無敗の三冠馬の称号を手にしたコントレイル。父ディープインパクト以来15年ぶり、史上3頭目の偉業を成し遂げました。3000メートルの激闘を終えたコントレイルはレースから4日後、鳥取県の大山ヒルズ、第二のふるさととも言える育成牧場でしばしの休息、短いリフレッシュを挟み、秋の戦いに向けて英気を養います。そんな中、11月5日、矢作義人調教師が大山ヒルズを訪れました。コントレイルの現在の状態をくまなくチェックしていきます。いいですね、思った以上にいいですね。むしろなんか苦労したですね。苦労しましたね。自信を持って大きな決断を下しました。まず第一の気持ちは安心しました。正直もう少し疲れてるかなと思ったんですけども、やはりそこの回復の速さっていうのもコントレイルなんだろうと思います。足元の不安もないし、まあ、ファンの皆さんのためにもジャパンカップに行きたいなと思います。矢作調教師が明らかにしたのは G1 ジャパンカップへの挑戦。言わずと知れた日本最強馬決定戦には、今年無敗での牝馬三冠を達成したデアリングタクトもすでに参戦を表明しています。つまり無敗の三冠馬同士の対決が日本の競馬史上初めて実現することになったのです。もちろん適正が東京 2400m に合うであろうということが第一、もう一つはデアリングタクトほか、有力馬出走してくるということで、やはり競馬を盛り上げたいという気持ちがあります。負けないでいきたいですね。なかなか無敗でいける馬っていうのはいないんで、できる限り、自分にプレッシャーかけ続けたいと思います。すでに販路でのトレーニングも再開しているコントレイル。12日の木曜日には離島トレーニングセンターに戻り、迫る大一番に向け調整を進めていくとのことです。日本競馬史に刻まれるビッグレースがやってきます。